佐々木小次郎、御用と聞いて参上した。何用ですかな、マスター殿。などと白を切るのも野暮というもの。その陽炎のごとき足取りで一切承知いたした。この時期は親愛深い者に贈り物をする風習が幅を利かせるもの。人、それをバレンタインという。こう見えて拙者もサーバント歴は長い。属性の事情はそれなりに心得ている。であれば相談の一つも聞けるというもので、どのサーバントにチョコレートを。やはりあの御人かな。神儀流麗にして星きらびやか、水も滴るフィ。なんと、これは不作法。愛すまぬ。つまらぬ気を回して恥をかかせるとは。いやいや、風流を口にしておきながら、まこと修行が足らなんだ。では喜んで受け取ろう。確かに頂戴した。これ勝利の証とばかり他の英霊たちに自慢しに行きたいところだが、それは自重しようか。ではこの後時間はあるかな、マスター。拙者物持ちの悪い男ゆえ返せるものがない。しかしこのままでは心に無念が宿り、我が剣も錆びるというもの。私にできる返礼といえば一つしか思い当たらぬのでな。貧乏剣士の精一杯の見栄に付き合っていただこう。